勝負に使って、ザイケしっかりガードして、ショーパン決めて、つまめ返しガードして、ザイケもガード、その後の連携もしっかりガードするが、バックしてつまめをもらっちゃう、裏回って、中段、つまめ返し、ここは長谷川で順当に攻めていく、大切に入って、ガードして、怒っているな、竹谷、体力差。タケヤ不利だけど、まだ分かんない。肉どっちが取るの？肉取る。右京が取った。さあ、そこで取っていく。バックジャンプしてつまめ返し。ここはたそがれ順当に。右京で1回戦突破めると。まあ、キャラの強さが際立ちましたね。そうですね。まあ、サムライ勢キラーのタケヤ。さすがにたそがれさんには勝てがなかった。したら、次がオアピーさんの10名と TMF10 名ですね。じゃあオアピーと TMF じゃんけんして席を決めろ。オアピーと TMF、 TMF どこにいる？あ、来た来た来た、後ろにいますね。オアピー10名、1P2P、 TMF も10名か。十兵衛同士の同期の戦つぶし合い、どっちが勝つのか。しいたけお、たけお、 1P もたけおなら 2P もたけお。まずはここで1回戦最強のたけおを決めさせてほしい。スゲソガードしたのは TMF、 トルケンガードしてキャッセルして、たけおの勝利。ピヨってんのかこれ。ピヨってんとこに台から勝利権ガードされて、で、大切りを食らって同じことやって、同じことやって大切り、オアピーまず一本接種。 TMF の適当っぷりが、ね、お互いピヨりましたね。同じことをやってお互いピヨると。あ、やべ、先にやるか後にやるか、その差だった。さあ2本目、お互い怒ってる状況、中切り決めて、まずは TMF の出番をくじいていくオアピー。しかし TMF 負けられない。ジャンプして中切り、出掛かり潰して中切りキャンセル、水月層ガードさせていく。中切り食らって、着地投げ、ワンピーうまいぞ。さあ、ダルフィキにシャガチュウ、シャガチュウで水月層集中だよ TMF。 対空しっかり対していって、ワンピーお見事、一回戦突破おめでとう。お見事。やはり新サム勢と呼ばれてる人たちは強いですね。はい、したらじゃあ通常の1回戦ですね。六三覇王丸と先ほど勝った上北小丸シャルロット。上北さんはタバコ買いに行って戻ってきてるのかな。六覇王丸、上北小丸、まだタバコ買いに行って戻ってきてないんじゃないの。上北小丸はまだ不先輩なのか。買い物中ですね。それか、上北小森いないですか。いないですか。大丈夫です。上北小森は今買い物に行ってます。どうする。じゃあ次の試合先にやっちゃおうか。じゃあ次やるしかないです。田中さんと、そうですね、田中さんの木場上源十郎と P さんの半蔵ですね。田中さんと P さん、田中さん後ろに、あ、上北小森帰ってきた。上北小森じゃな、違うか。田中さんと P さん、田中さんと P さんでやりましょうかね。じゃあね、じゃあ田中さんと P さんじゃんけん、田中さん、田中さん出番です。 P さんとじゃんけんしてください。はい、 1P 側に P さんのハオマル、あ、失礼、半蔵、 2P 側に田中さん、木場上源十郎。田中さんの木場上源十郎、おそらく日本で一番うまい。いやー、かなりかっこよかったですよね、前回も。 2P 田中さんの源十郎、対して P さんの半蔵が 1P だ。さあ、ここはどうなる。尋常に1本目、まあ、半蔵もいろいろネタがあって強いキャラクターみたいな。おっと、まずは一つと小一つ決めていく。三連弾、一つ二つ減ったみたいな。減ったみたいな。バケリ返して、ジャガシからしっかりここは中切りで返して、大川さん当てていくのは田中の源十郎。じゃあ縛りで壊されて奥攻め、飛び切りから大切り、田中やる。大川さん重ねていく、
一つ。大の一つ、大斬り。まずは田中源十郎一歩選手。木長見源十郎。身の程知らずか。この源十郎はただものではないが。いや、本当うまいっすよね、かっこいい。P さんの半蔵も負けてはいない。頑張ってほしい。怒りでしゃばっている状況。一つ入って。蹴りで返して。蹴りで焦がして。危ない。あと攻略に絡めちゃって。バケに浮かされて。ショーで返していく田中源十郎。さあ三連射、イノシカ超いた、いて決まっちゃった。小翌日やっちゃって、逆に絡むってる。ボフッと打つセミ下段しっかり。田中源十郎一つ決めて二つ将棋に決めて、田中源十郎順当に一回戦突破おめでとう。あれね、一つ二つでやめんのかやめないのかとかもありまして、かなりいやらしい技ですよね。いやいやいや、田中の源十郎はまさにアート、アートオブファイターです ね。はい、したらじゃあまだ上北帰ってきてそうなので、朝宮葵十兵衛と両花粉院ニコチン。じゃあ朝宮…あ、帰ってきた、朝宮さん。あ、帰ってきた。じゃあ朝宮さんと…じゃあ先やっちゃいますか。じゃあもう本来の順番にしますね。じゃあ六三の覇王丸と上北コマリシャルロット。はい、六覇王丸と優勝候補朝宮コマリシャルロット、俺たちを待たせて、これも作戦なんでしょうか。宮本武蔵作戦です、ね、宮本武蔵作戦ですが、キャラはシャルロット。シャルロット覇王丸ではなく、ワンピーシャルロット優勝候補朝宮コマリ、ツービー六三の覇王丸。ここで朝宮コマリ、いや朝宮じゃないですか、上北ですね、混ざってます名前が、上北コマリですね。上北コマリを止めておきたい。六覇王丸やらかしてくれたけど、やらかして食らってるし、しっかりまずはめくり、しゃーない。あったまきたぜと怒ったのはいいけど、挟んで大義に待ってるのはコマリ。コゲツさん、コゲツさん使ったところにしゃがみたい。まずはコマリ一歩選手。キャラ差的にはやはりシャルロットが強いキャラと呼ばれているだけあって、いろんな意味で性能が高いんですが、青丸ここはこの強キャラを、強キャラを、これ武器取れるとね、変わる、かなり違う、両方とも、そして両方ともシャル側投げて、投げて拾って、先に拾ったのは六大輝のシャルで、トライファントが待っている。ガードするしかない、将棋で挟んで違って、ジャンプ隊ガードして、ダメ足背負ってるのは六ハマる。これシャルはと割と飛び放題なのにいいとこがありますよね。で肉取って、そうだよね、ジャンプしちゃうとやっぱり対空がいろいろ揃ってるシャルロットに対してジャンプで攻められないっていうのがね。さあここで破壊取った、2-6武器落とさせた。で投げて画面足大斬り決めて、大斬りかな、大大は決まんなかったけど一発取った、飛び蹴り、飛び蹴り投げ、なんだそれ強いな、とピヨった、あピヨった、あピヨってるや、大丈夫だ、絶妙の距離から小針が垂直ジャンプ大キック、ここは時間切れ、バッチリ決まって。いやー、シャルロットは、シャルロットは本当に強い、お見事、とにかくシャルロットが強い。上北小針、2回戦突破、2回戦突破と。はい、したらじゃ あのごめんなさいね、先ほど繰り返しそうになった天宮、朝宮さんと葵さんの十兵衛と亮さんの花粉院にこっちですね。じゃあ朝宮さんと亮さん、じゃんけんして席を決めるんだ。